これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G 劣化現象古代種興味深い。お前も見ておけ。これは科学部門から持ち出されたプロジェクト G。 モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。これはかんプロジェクト。ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。これは科学部門からもプロジェクト。頭クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は。腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか。まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。これは科学部門プロジェクト。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジーユの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。
ホランダを渡さない。ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか、相変わらずだな。三人の友は戦場へ、一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ、あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。逃がすかよ。アンジールの居場所を教えろ。ホランダーが行っちゃう。アクティベイティングコンバットモード。あら、ブレッ、おっしゃー。